一年中楽しめる焼き芋モーニングにメロメロ。名古屋市港区にあるグレースアース農園さん、おはようございます。いらっしゃいませ。目に飛び込んできたのは焼き芋。こちらのお店、一年中焼き芋が楽しめるカフェなんです。自慢のさつまいもを使ったドリンクメニューも人気ですよ。モーニングにももちろん。お待たせいたしました、こちらモーニングになります。トーストやサラダ、アレンジを加えた焼き芋が楽しめます。この焼き芋のブリュレが自慢の一品。砂糖をまぶし、香ばしい焦げ目をつけた甘い焼き芋。表面はパリッと、中は滑らか。この食感、癖になっちゃいそうです。こちらは焼き芋のペーストが練り込まれたバター。豊かな香りや甘みはパンのお供にぴったりです。名二館富田インターチェンジから車で5分のところにありますよ。次はどんなモーニングに会えるかな？メーテレの朝の番組ドデスカでは、東海3県のバラエティに富んだモーニングを毎日1件放送しています。7時50分頃からの放送です。またドデスカチャンネルとドデスカの公式ホームページでは、これまでに放送したお店を紹介しています。ぜひご覧ください。